はい、どうもこんにちは、レッチです。さあ今回もグラディーターギルドマネージャーやっていきましょう。さあ今回この真相降伏じゃなくて、ちょっとロイヤルアリーナリベンジしようかなと。まあ前壊滅してたんでね、余裕勝ち行こうかなと。まあと育成もね、サイとネクロマンサーが新加入の中ではちょっとやってて、ちょっとメイスフィールドはまだね難しいんですけど、この二人を組み込みながらちょっといけないかなと。で、まあ暗殺者とかね、パイロマンサー、まあクレリック。あんまレベル上がってないやつもいれば、ウルフとかね、ケイリとかもいるんで、うまく上げつつ。で、この爆発がしんどいんだよね。どうにかできるかな。爆発をうまく処理できるか。めっちゃいるな。だ距離感を空ける。ケイリがうまく吸収。ケイリクレリックでうまく吸収して。10体いる?10 体いりますかね。氷とか召喚とかちょっといろいろ。ネクロマンサーも出そう。サインも出そう。あ、でもここやばいな、ちょっと。氷でも欲しいんだよね。ウォーロックいらんか。苦しむ人ですか。それそれそれ、よし、ナイスナイスナイス。爆発は処理できたんじゃないの。強い騎士なんてただの的よ。よし、やられてない。オッケーオッケー。レベルも上がってないけど、10体でいくか、もうとにかく。10体、10体でいこう。マシンガンが右下にいて、上に弓か。だる。いけいけ、いったれいったれいったれ。潰してやれ、どんどん。もうとにかく固めるしかないね、こうなったらね。ケイリが近づいていく。で、ネクロマンサー何か頼むよ。スタミナを経理にあげるか。じゃあよし、アイテムいっぱいあるんでね、使っていこう。あ、氷いってほしい。こいつは何なんだ。音楽体的な。移動速度下げたりか。はいはい、あんな蘇らせなくていいんだけど。こっちのパイロマンサー死んでない？あ、あれ敵のパイロマンサーか。わかりづら。犠牲なし。よし、とにかくネクロマンサーに立っといてもらって、敵を復活させる。あ、これやりやすいわ。とにかく、まあ、新加入入れつつ、上がってない子も入れつつ、クレリックはまだまだ低いから入れて、ドルイド、氷。まあ、ワンチャン出しとくか。圧倒的な回復力で勝っていこうと。もうこれ回復特化でいいかな。体力はもういろんなアイテムで上げてあるんで。あ、でも速さでもそっかいいのか。でも戦わないっしょこいつ。戦う感じする。速さ今から上げるのめんどくさいけど。まあまあまあ、そっか。じゃあもう一体行った方がいいんじゃないかな。速さの方が普通にね、まあ、使えるよ。右だな。あ、サイ、40レベルのサイがいる。爆発40もいるね。しんどそう。これはちょっと重要な局面よ。氷と炎の共演だね、これはね。
で、クレリックは必須、回復盾とか貼って、暗殺者が微妙かな、やられそうだね。ウォーロックもいいんだけど、ドルイドにしようかな。あ、もういっぱいか。で、ケイリに体力、ワンちゃんにアジリティ、あとは正直どうでもいいね。ノックダウン受けない多分ないと思うけど、凍らせろ、凍らして、やべえ、そこ爆発したら死んじゃう。あ、ケイリ生きてる、生きてたんだ。クレリックとかが死んだのか。か、復活させよう。苦しむ人なんで死んだんだろうな、どうやって死んだんだ、ちょ疑問ですね。これいらんくないってか、こっちの方がいいね。体力上げて、はいはい、せん、あ、でもなんかある、早さいる、まあ一応いるか。真ん中はまあ昔ながらのパーティーだね。こうバフがいるね。あ、こうバフじゃないか、焼くやつだね。5秒かけて297やけどダメージ与えると、まあトータル1000くらいかな。バフどんなんだっけな、覚えてないってか出てこないですね。まあケイリいた方がいいかいないってこと考えらんないもんね。ネクロマンサー行こう、ネクロマンサー。燃やすか。ワンちゃんに力を。アサシンに速さを。ケイリケイリケイリ転んでるぞ。ケイリが、よーし。まあ、こんだけ回復いるんで時間かけてダメージは効いてこないと。野菜来たね。ネクロマンサー一丁待ち力。よし。まあ、あ、でも50レベルの敵いるよ。めっちゃ面白い。まあまあ張ってるならいいでしょ。守られてるな。ケイリが正面から突っ込んでいかないと。ケイリクレリックサイ、炎がうまく炸裂すれば強いよ今回。あ、引かれた。あ、なんてこと、あいつそんなとこまで行けんの。あいつワンちゃん引っ張るだけじゃないんだね。やべ、出てきた出てきたよ、化け物出てきた、化け物伏せるか。あ、いけるな。あー、いや強いね。危ない、引っ張られて魔法つけられたけど他は大丈夫ね。60レベルの爆弾、いや嫌だないやだ、いや、もういいでしょ。正面から挑んでいくパーティー、暗殺も狙っていくと。ネクロマンサー回復、召喚もしようかな。仲間のためすぎる、だいいよ、よし。順調だね、育成ね。ちょっと魔法使いやれちゃったけど、引っ張られるよないや多分これ、ネクロマンサーとかこの辺やったら引っ張られそうだよね。
なんかちょっとごちゃごちゃにしてごちゃごちゃにごちゃごちゃってさせて、なんかもういい感じに行こう。あ、ワンちゃん、やっぱワンちゃん引っ張れないですね。当たっちゃうだけなのかな。よいけいけいけ。いや、余裕でしたね。まあ、復活回数前回より少ないからね。被害で言えば全然。まあ、アイテムの効果めちゃくちゃ大きいけど。よしよし。まあ、これじゃキャラ増えないんでね。で、箔がついたんで、まあ、こいつはいらんかな。まあ、重複キャラ増やしてもいいかもね。次は。うん、あれいらないから、サイでもあげとくか。やっぱもう経理。まあ、レベル上がんなかったね。強さのせいもあるのか、なかなかいかないですけど、まあネクロマンサーとか結構いい感じのキャラも来たんで、今まではね、こうただ単純に召喚して増やすウォロックでしたけど、敵をね有効活用していくと。ウォロックのアイテムがちょっと古すぎるな。さすがに弱すぎるんだけど、変えていかないと。で、力と速さと知力、クレイクくらいしか使えないんだよな。あとまあアサシンかせいぜい。知力4なんだよね。力も高まあ、じゃあウィルドでいいや。とりあえずね。よし、これじゃあ次はまあこれ消化しよう。イベントね。